園芸好きの皆さん、こんにちは。園芸大好きカムシラドンちゃんです。1日1園芸、素晴らしい響きじゃないですか。ねえ、ドンチャンネルと一緒に今日も植物のね、情報を学んでいきたいと思います。今日はね、スペシャルゲストです。この前はね、カンガルーポーさんもスペシャルゲストでしたけど、今回もスペシャルゲスト、今日のゲストはクリスマスローズですね。もうこれはね、園芸の中の園芸。ねえ、もう園芸してる人はね、まあ、憧れの存在というか、まあ憧れの存在から結構身近な存在に変わってきたんじゃないかなっていうクリスマスローズですね。まあ、これに関しては、たくさんのプロがものすごい動画上げてるから、ぜひね、プロの動画をね、見てほしいんですけど、まあ、どんちゃんが思うクリスマスローズを今日はね、紹介していきたいと思います。別名はね、ヘレボラスニゲルって言います。ニゲル。原産地はヨーロッパ。分類は金棒ゲ科ですね。花色は白と桃あります。いろんな色がありますよ。ね、白と桃って書いてありますけど、半日陰で夏の西日は避けます。水はけの良い肥沃地に植えて水やりはたっぷりとしていきましょう。その名の通り、クリスマスシーズンに咲くうつむき加減の花が可愛いクリスマスローズ。春に咲くレンテンローズの仲間で、見た目もそっくりですが、クリスマスローズは白花で、冬に花が咲くのが特徴ですと。ねえ、クリスマスローズはね、僕も植えたのよね。それが根腐れしちゃってね、寄せ植えの中にクリスマスローズを植えたんですよ。やっぱね、共存って難しいね。やっぱ、宿根草だもんね、クリスマスローズ。まあ、宿根草というよりは、こう、株がどんどんでかくなっていくような、まあ、そういう植物ですけどね。で、クリスマスローズに関してはね、僕大好きな、動画ですよ。ね。過去動画にね、バーって見てもらえば。わかると、概要欄に貼っておきます。道端の奇跡のクリスマスローズ、これです。奇跡でしょ？ね、まずそちらの動画見てくださいね。ものすごい好評ですから、どうぞ。見ましたか？綺麗やったでしょう。これね、道に咲いてるのがいいのよ。人が育ててるのもいいんだけど、なんかこう自然にね、ワイルドに、なんちゅうかな、もうこう、すっと、誰にも気づかれずに咲いてる。そこをどんちゃんが注目して、スポットライト当てる。そしたらお花がパーッと輝くんですよ。動画にしてあげたらね、スーパースターになるんですね。で、クリスマスローズは、何がいいかってね、皆さんわかると思うけど、書いてあるけどね、下向いて咲くんですよ。こう。ひまわりはこうでしょ。ポーンって。私、花です。みたいな。クリスマスローズはこう咲くんですよ。だから、こう見てあげないといけないのよ。下から。ということはね、やっぱ園芸好きが楽しめるお花って僕は思うんですよね。多分普通の人だったら、もうスーって上から見て通り過ぎるでしょ。でも園芸好きは腰を落として下から見るから。この角度が一番きれい。そう、わかるでしょ。クリスマスローズ。楽しいもんね。でね、僕が、お気に入りのクリスマスローズ。あれね、毎年毎年でかくなっていってるね。あそこで。だから、今年よりまたさらに来年。ね。さらにさらにね。もっと大きくなるからね。あんまり大きくなりすぎたら場所を取りすぎて、ちょっとね、手入れされるんじゃないかっていう、ちょっと恐怖心さえ僕はありますよ。今年も大きかったもんなー。ねえ、誰か注目して見てるんかなーっていうね。本当に綺麗なんだから。で、しっかりしてるもんね、花もね。ねえ、クリスマス、やっぱ、サンタクロースとね、まあ、トナカイと、まあ、その背中にはクリスマスローズをこう植えて、まあ、サンタクロースの帽子を取ったらクリスマスローズがこう咲いてるみたいな、そういうキャラクターあってもいいんじゃないかなと思うけどね。
ちょっとよくわからん話をしてますけどね。まあ、皆さんのお家もね、クリスマスローズあると思うんですけど、まあ、いろんなね、管理の仕方、まあ、株分けして増えるっていうのが一番いいんじゃないかな。で、僕の近所にもね、結構植えてある方いらっしゃって、で、やっぱ家の裏の暗い、その日があんまり当たらないところ、しっかり元気に育ってて、やっぱり路地植えというか、その地植えの方がね、株が大きくなってる。すぐわかるもんね。あ、クリスマスローズ植えてるやん。園芸好きなんじゃないか、ここの家は。ということは、もしかしたらドンチャンネル見てるかもしれない。みたいなね。そういう妄想をしながら、散歩をしておるわけです。まあ、クリスマスローズはね、もうこれ言うことはないです。プロにね、動画をお任せして、まあ、ドンちゃんはドンちゃんで、まあ、こんな風にクリスマスローズを楽しんでます。という紹介でした。ね、まあ、こんな感じで、ちょこちょこ、お花の話をしていきますので、チャンネル登録と高評価、そして定期的にしっかりね、長い動画も上げていきますので、上げていきますからね。はい。一日一園芸、どんちゃんの時間でした。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。